はい、皆さんこんにちはジャパンタイムズ ST 編集長の高橋ですさあまたまた始まりました「ボキャベルカレッジ」今回は例によってですねこちらのジャパンタイムズ ST の最新号の中から大切なボキャベラリーをですね一つ取り上げて皆さんにご紹介していきたいと思いますさあ今週はまず取り上げるボキャベラリーから先に見ていきたいんですけれどもこちらですボスななんだこんこの知ってるよと 思われたかもしれないですけれども、こちらのボス。ひょっとしたら皆さんが知らない使い方をするかもしれないですよ。例えばこちらの記事で使い方を確認していきましょう。さあこれ何回かご紹介したことありますね。留学生が日本で生活する中で感じる疑問に英語で答える練習をする、留学生リリアンの教えて日本のこと。この詩はですね、鍋奉行ってのは一体何なのかと。これに関してですね、英語で答える練習をすると。こういった内容になっております。 で、鍋奉行を説明した本文の中に、こういった文章が出てくるんですね。ご覧ください。さこちらです。鍋奉行の後に、コントロールフリークスであると。フリークってのは、まあ、変人とか、そんな意味ですね。何でもコントロールしたがる変人であると。で、どんな変人なのかと。具体的なことが後ろにつながっているんですけれども、これたくさん書いてありますけれども、皆さんに注目していただきたいのは、赤で書いてあるところです。ここにこのボスが使われてますね。ボスインエブリバンアローンド。 さあ皆さんお気づきの通りボンスに ING がついてますからこれ実は動詞として使われることもあるんですねえというわけで今週は動詞で使われるボンスえこれに関してですねえ見ていくことにいたしましょうさあそれではこの動詞で使われたボンスについてまず一体どんな意味になるのか 意味から確認していくことにいたしましょう。まあ、ボンスが動詞になるんだから、ひょっとしたら皆さん、え、なんとなく予測ついたかもしれないですけれども、え、こういった意味で使われるんですね。まるで上司のように、誰かにあれこれ命令するとか、え、古使うとか、え、こういった意味になるんだと。え、まずはですね、意味をしっかりと、え、押さえておくようにいたしましょう。え、それから、もう一つ押さえておいていただきたいのは、このボンス、え、これを文中で使うときは、 この形で使えますからね。ボンスヒトアラウンド。もしくはボンスヒトアバウト。こういった形で使うんだと。ちなみにアバウトを使うのは、これイギリス英語の特徴です。これ何もこの表現に限らずですね、アメリカ英語だったらアラウンドを使うところを、イギリス英語ではアバウトを使うと。こういったケースは結構ありますからね。いずれにせよ、ボンスヒトアラウンド。もしくはアバウト。この形で使われて、誰かにあれこれ命令すると。 こういった意味になりますからね。動詞のボンスは、この形で用いるんだと。こんな風に押さえときましょう。さあ、というわけで、名詞のボンスはもちろんご存知だったかと思いますけれども、これに動詞の意味があるっていうのは、意外と知らない方多いですからね。この機会に、しっかりと押さえときましょう。 それから最後にもう一つ皆さんにお伝えしたいことがあるんですけれども、このボンス。実はこれの形容詞形があるんですね。このボンスの形容詞形は何かって言ったら、ボンスイです。これでどんな意味になるかって言ったら、なんとなくこれも予測ついたかもしれないですけれども、誰かにあれこれ指図して偉そうなとか、そういった意味になりますからね。このボンスイという形容詞に関しても、ついでにですね、皆さん押さえておきましょう。 それでは続けて、この動詞のボスの使い方について、いくつかですね、要例を通して見ていくことにいたしましょう。まずは、こういった例文からです。Don't boss me around. さあ先ほど言った通り、この動詞のボス、実際に文中で使うときには、ボス人 around。この形で使われますよ、と。 先ほどこんな風に言いましたね。この形で使われて、誰かにあれこれ命令するってことです。じゃあこの場合は何かって言ったらドーンとで始まってますから、要するにこういった意味ですね。私にあれこれ差出するのはやめてくれと。こういったことが言いたいわけです。 というわけでえ、皆さんこの文章に関しては大丈夫ですか、はい、さて、このボンスヒトアラウンドという表現、まあ、どんな場面で使われるのか、おそらく皆さんなんとなく見えてるかと思うんですけれども、え念のため確認していきましょう。えまずはえ、偉そうに何かを命令してる人がいると。 それに対してですね、当然ながら話してが不快に感じているような時、こういった場合に使われる表現ですからね。まあ、これ何も言われなくてもなんとなく分かったかと思うんですけれども、しっかりと確認していきましょう。こういった1番とか2番を満たすようなケースで、このボスとアラウンド、この形は使われますからね。しっかりと押さえておきましょう。 というわけで、まずはこの文章に関しては、皆さん大丈夫ですかでは続けて、こういった文章に関しても見ていきましょう。I want to let him.let ってのは、人が何とかするのを許すってことですね。この場合、want がついてますから、彼が何とかするのは許さないぞと。 え、こう言ってるわけです。何するのかって言ったら、ここで使われてますね。bossy around. あなたをこき使うとかね。あなたにあれこれ指図するのを許さないぞって言ってるわけです。最後に like that。そのようにってのがついてますから、要するに日本語風に言ったらこんな感じですね。え彼がそんな風に君をこき使うのを私は許さないってことは黙って見過ごしたりしないぞと。 え、こんな風に言ってるわけですね。さあ、というわけで、皆さんこの動詞のボンスに関しては大丈夫ですか今見た通りですね。ボンス人アラウンド。え、この形で使われて、人にあれこれ、まるで上司のように命令してくると。え、こういった意味で使われる表現ですからね。え、しっかりと押さえておきましょう。それから、先ほどご紹介した通り、ボンスには形容詞形がありましたね。え、それがボンスイです。え、このボンスイが使われた例文も念のためですね。え、一つ見ていきましょう。こんな風に使いますよ。Don't be so ボンスイ。 さて、えー、先ほども言った通りですね。このボンスイえー、人にあれこれ指図するようなとか。えー、そういった意味でしたね。偉そうに指図してくるとか。で、この場合は don't be so bossy。直訳すると、そんなにボンスイになるんじゃないって言ってるわけですから、要するに意味としてはですね、偉そうにあれこれ指図するなよと。まあ、要するに、最初に見た don't boss me around。まあ、あれと言ってることはほとんど一緒ですね。don't be so bossy。これで、偉そうにあれこれ指図してくるなと。まあ、そんなにボンスイになるんじゃないと。 こんな風に言ってるわけですね。というわけで、この要例に関しても大丈夫ですかさあ、というわけで、以上がしっかり頭に入っていれば、先ほどのリリアンの記事の中で使われていたこの一文、皆さんわかるんじゃないですか鍋奉行の説明のところですね。control freaks。先ほど言った通り、何でもコントロールしたがるような変人です。それに風がつながって、いっぱい説明が書いてありますけれども、そのうちの一つ、bossing everyone around. これどんな意味かって言ったら、みんなにあれこれ命令するってことですね。例えば、野菜から煮ろよとか、それまだ煮えてないだろそれ箸つけんじゃないよと、えー。こんな風にあれこれ命令してきて、もうみんなが不快に感じてると。えー、そういったことをこの bossing everyone alone、えー、この形が表してるんだと。 えー、というわけでですね、えー、こんな風に、えー、理解しておきましょう。まあ当然ながら鍋奉行ってのはね、えー、皆さんご存知の通りこんな風に、えー、あれこれ命令してくるような人ですから、この鍋奉行のイメージとセットでこの Bounce ス r o ウンド、えー、これ捉えていただければですね、非常にイメージ的にわかりやすいんではないかと思います。それでは最後に、例によってこちらのコーナー行きましょう。覚えていればそのまんま使える今週のいただき表現です。 今週はこれをしっかり皆さんマスターしてくださいね。Don't boss me around. 先ほども言った通り、あれこれ差出するんじゃないよと。まるで上司のように差出するような人に使える言葉です。まあ、もちろん、相手が本当の上司だったらですね、これ差出されてもしょうがないんですけれども、そうではないのにあれこれ命令してくるような、まあ、そんなですね、偉そうな相手がいたら、こんな風に言って返してやればいいんですね。Don't boss me around. あれこれ差出するのはよしなさいと。 こういった意味で使える表現ですから、ぜひともですね、この表現、しっかりとマスターしておきましょう。さあニュースパーズバパスパースのコーナーです。今週のこのコーナーではですね、最近話題となったニュースなキーワードをですね、一つ、皆さんにご紹介していきたいと思います。今週ご紹介したいのは、こちらの言葉ですね、テロ支援国家と。 まあ、はからずもね、3週連続、北朝鮮関係のワードを紹介することになってしまいましたが、もう皆さんご存知の通りですね、つい最近、アメリカのトランプ大統領が北朝鮮をですね、テロ支援国家に再指定すると、そういったニュースがですね、流れてきたので、皆さんご存知の方も多いと思います。では、このテロを支援するようなテロ支援国家っていうのは、英語でどんな風に言ったらいいのか。 皆さんスッと出てきましたか、まあ、いろんな言い方があるんですけれどもねえ例えばこんな風に表現することができますよさあ国際的なテロ組織をですね、まあ、支援するような国えテロ支援国家っていうのはここに書いてあります通りですね State Sponsor of Terrorism こんな風に表現することができますよ State、まあ、ですから、まあ、国としてのスポンサー、まあ、スポンサーだって言ってるわけですね、まあ、日本語でもスポンサーって言いますけれどもこのスポンサー これは日本語のスポンサーよりももうちょっと適用範囲が広いですからね。こんな風にテロを支援すると。そういった文脈でも使われるわけですね。さあ、このテロ支援国家。英文メディアではこんな風に使われますよ。このようにですね。state sponsor of terrorism。こんな風に表現することができるんだと。というわけでですね。こういった時事用語に関しても皆さんしっかりと覚えていくようにいたしましょう。さあ、というわけで今回の内容は以上です。 また来週、ボキャビルカレッジでお会いしましょう。さようなら。